ございます。新潟市の猫マンマさん、そして先ほどはね、磯ちゃん、そしてシドさんにご登場いただきましたけれども、プレゼントもらっちゃいましたよ。皆さんやりました、純露マッコリー柔らか美発泡。こちらをですね、なんと24本入り1ケースを2名様に。すごいですよ、24本入り1ケース、これ1ケースでもいいのに、これ2名様にと、みんなに1本ずつ配り、はい、じゃあこちらを引き取りますね。ジェシーさん違いますから。もうちょっとこれどうですか。いや、よかったよかった、打って変わっての、打って変わって、新潟はめちゃめちゃ天気いいんですよ。ジェシーさん今水戸いるんですもんね。水戸ですね。あ、どんよりな感じなんですか。少年たちがスケボーやってますよ、そこでね。あ、本当に。でもなんか楽しそうじゃないですか、夏って感じじゃないですか。いや、楽しいですよ、本当に全然楽しそうじゃないけど、テンションが、もう神村さん久しぶりじゃないですか。お久しぶりです、ね、相変わらずの神々神村で、ちょっと、もう本当に言わないでよ、ちょっと、もう本当に。でもあの、いよいよもうすぐですよ、14日日曜日、またまたあの破天荒なイベントが開催されますよ。やっちゃいますね、本当に、うん、FM 新潟ビーチフェス2011紫スポーツプレゼンツジブビーチイン。
してみて。